で、ボンさんもやっぱ日常生活でちょっと、ああ、気づいてほしいなみたいな時はかけたりするんですか、サングラスを。日常で、はい、一切かけないです。ちょっと気づいてほしいなみたいな時に。気づいてほしいとかの前に、はい、まずあのサングラスで正直外出るのが恥ずかしい。なんで、そんちょ待って、恥ずかしいってなんですか。もうちょい自信を持ってくださいよ、自信というか。申し訳ないけど、うんうんうん、それ自体が恥ずかしいから。何、誇りを持ってよ。え、どう、ちょっと待って、それは良くない発言ですね。その、ボンさんに憧れてあのサングラスをね、うん、3ヶ月のお小遣いを貯めて、うん、あのサングラスを買ってる人もいるんですよ、子供たちの中に。いないでしょ。いないでしょ。ボンさんと一緒、僕はボンさんと一緒になりたい、ボンさんみたいな大人になりたいって言ってね。お小遣いを貯めてサングラスを買ってる子もいるのよ。いないよ。そのサングラスをなんかあんなんかけねえみたいな。いやいやいや、かけよう。いや、俺ずっと言ってるよ。なんなら。いやー、それはちょっとなんかね、夢だな。いやいや、夢。いや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 、嘘でしょ。え、なに、普段からやっぱかけてた方がいい？やっぱかけてほしいですけどね。やっぱその、かけてなくても嘘でもやっぱかけてるってね。言ってほしいもんですけど。いやいや、そっか、そっか。やっぱね。あれ、もうお風呂入るときも肌身離さずかけてます。あ、本当ですか。やっぱそうですよね。あ、ボンさんのサングラスを見ればやっぱボンさんの年収のね、上がり方がわかるって言われてますから、昔から。かつては100均のサングラスでしたよ、そりゃ。あ、まあそうね、そうね、はいはいはい、今もグッチですからね。100均からグッチですから。グッチの時もね、あります。時もグッチの時もある。あ、その上もあるんですか、さらに。いやいや、ナイス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 。上はない、上はない、上はない。あ、なるほどね。上はない、上はない、はいはいはい、で基本は今はね、大事な時以外は、はい、あれですけど2000円のサングラスです、ね、やっぱその案件で単価が高いものだけやっぱグッチで。いやいや、それ以外の案件の時はもう基本は、今日も2000円、今日も2000円ですか、クラクラの。2000円ですね。その家で、なんでよ、そんな、別に。大事な、じゃあその大事な時とその2000、本気サングラスと2000のサングラスの差は何なんですか。ないです、別にないです、別にないけど、ないけど、ないけど、うん。いや、特にないな、そこは。あ、そうですか。クラクラ公式さん、いや、言わないで、報告しない、報告しないで、それは。もう本当に。本当にやめて、それ。気づいた人いないでしょ、そもそも。突っ込まれると、やばいから、ボンさんの、ボンさんの給料下がっちゃうかもしれないんで、クラクラの。え、サングラスが安いから？安い安い、手抜きだから、その、本気じゃないんだねって言って。マジか、そういうことじゃないですけど。トライアスロン、今週末あるトライアスロンっていうイベントがあって、ボンさんもそれ。絶対2000円、絶対2000円。え、なんでグッチじゃないの、そこは。え、外で出るから、外出るときはもう外で持ってかないから。え、それ、ギャラ的な。違う違う、外持って壊れ、なんか嫌だから。なくすとね。なくすと嫌だから、もう、外を持って、外で歩くときは絶対に、高いやつしない。グッチをかける状態、どこでかけるんですか、だから。まあ、そうね、そうね。え？グッチいつ使うんですか？グッチ、今、壊れてるんですよ。え、そっち、じゃ、それ、なんか、それ隠そうとしたでしょ、今。壊れてんの？え？つい、それを隠すためにもなんか。いや、そう。しかもそれ修理めんどくさくて放置してんでしょ？いやいや、そんなことはないよ。ただ、はい。めんどくさくはない、めんどくさくない。修理出すわ。グッチに行かなきゃいけないのよ、グッチのサングラス。あ、そうか。グッチの、でも、ああいう高いとこだと、グッチのやつ出したら、なんかただで修理してくれそうじゃないですか。どうなんだろうね、きっと。まあ、やっとコロナが落ち着いてきて、うん、グッチもオープンしてるだろうからっていう。グッチはコロナ中もオープンしてるよ、おそらく。してたかな、してたかな。してるよ、してるよ、そりゃ。うん。お食事屋さんじゃないんだから。まあね、まあね、表さん、なんか表さんとおしゃれなとこ行かなきゃいけないじゃないですか。まあどこにでもありますけどね、正直。だから、いや、控えてたのよ、本当に、これは正直。まあ、分かりました。行くの。そうですか。じゃあ、ちょっとグッチ修理してくださいね。はーい。いや、かつてのボンさんはね、そのサングラスの耳にかけるところが折れててもかけてたよ。
それ他になかったからちょっと故障しただけでね、もう書けなくなっちゃうわけだから。そうですか。いや俺100均もめちゃくちゃ壊してるよ、サングラス。いやあのね、100均のサングラス本当にすぐ壊れるのよ。いやそりゃそうでしょ、それは大体みんな予想はつきますよ。分かって、分かってやってるからね、うん、大体予想はつきますよ。全然すごいいいんだけど。そう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 、100円はね本当にすぐ壊れる。まあ素材とかもね、まあ安かろう悪かろうでしょう、うん、すぐ折れちゃう。爪楊枝使わんの。いやだから爪楊枝刺してた時期もありましたよ。じゃあ誰だっけ、爪楊枝刺してたの、誰かいたんだよな。ボンさん刺してませんでした。あれボンさんじゃなかった。僕じゃない。爪楊枝刺した。いや誰かいた。爪楊枝。いやいました。サングラス。身近なとこで。ね、メガネじゃない。オンリーじゃん。オンリーか。オンリーか。オンリーのメガネだ。そう。オンリーだ。オンリーだ。そうだ。オンリーはね、そうやって爪楊枝刺して頑張ってんのに。ボンさんはね。てかよく爪楊枝で治ったなあいつ。本当にね。うん。応急処置。そうか。